皆さん、こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日はですね、マニラの様子についてお伝えをします。今、フィリピン全国ではですね、新型コロナウイルスの感染者の総数の累計が100万人を超えています。エドアルド・アニョ内務自治大臣とオクタ研究グループは4月27日火曜日に、新型コロナウイルスの新規症例数の減少傾向を維持するために、 マニラ首都圏と近隣4州のロックダウン状態を延長することを指示しました。アーニョ大臣によりますと、新型コロナウイルスの症例数が1日あたり1万件の高水準から8000件強に減少し、マニラ首都圏及びブラカン州、カビテ州、ラグーナ州、そしてリサール州の病院の 重症患者用治療室の利用率が低下していると発表しています。アーニョ氏は ABS-CBN のニュースインタビューで、この良い傾向を継続させるためには、MECQ 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離を延長すべきだと語っています。オクタは火曜日 NCR マニラ首都圏プラスの MECQ を1週間延長することを推奨しました。 一日の症例数の継続的な減少が安定するようにという理由だそうです。ある研究グループによりますと、NCR プラス、首都圏プラス、えー、いくつかのですね、エリア内の地域間で新規症例数の減少にムラがあるとされています。えー、同グループによりますと、特にマニラ首都圏では、一日平均3500件の新規、 感染者が発生をしており、現在の傾向からすると2週間後には1日2688件以下に減少すると予測がされています。また、緩い規制の一般的コミュニティ隔離 GCQ に早急に戻してしまうことで一部の市や町で感染が急増し、近隣地域にも波及することが 懸念されています。アーニョ大臣は NCR プラスのロックダウンステータスを維持するか引き下げるかを検討するにあたり、より保守的な見解を支持していますが、IATF 象徴間タスクフォースはですね、医療専門家のデータや経済社会的要因も考慮しなければならないとしています。 この IATF、省庁間タスクフォースがいつもこの規制を決めてるんですね。で、それを大統領が承認することによって、フィリピンの各地の規制の内容、状態、レベルが決まっています。オクタは、あと1週間 MECQ が続けば、病院の混雑を解消するために、再生産数を減らすことができると述べています。 新型コロナウイルスの新規感染者数が徐々に減少しているにもかかわらず、マニラ首都圏の病院は依然として危機的状況にあり、保健省のデータによりますと4月24日時点で43の病院と診療所が100%の使用率となっていると報告をしています。オクタによりますと59の病院と診療所も まだ危機的なリスクを抱えているということです。また、オクタは経済活動を再開し、一般社会での隔離を緩和することで、人々の交流によるウイルスの感染が増加する可能性があるし、感染の再発を防ぐためには、検査、接触者の追跡、検疫及び隔離の手順を強化する必要があると述べています。ウイルスの繁殖率をさらに低下させることに加えて、 MECQ が1週間続くことで、政府は接触者の追跡能力を強化し、新しい検疫隔離施設の建設を完了するための追加の時間を得ることができるとしています。4月27日火曜日、保健省は7204人の新規感染者数を記録し、国内の感染者数は累計で100トンで1万と3618人となっています。 これで9日間連続で1日の感染者数が1万人を下回っていることになります。また、重度の呼吸器疾患から回復した患者は1万と109人で、生存者数は92万5千と27人となっています。新規の死亡者としては63人となっており、死者数は1万6916人となっています。 死者数が100人を下回っているのは2日連続ということです。これにより、現在も陽性の状態が続いているアクティブなケースはですね、71,675人となっており、3月18日の61,733人以来の低水準となっています。また、このアクティブなケース、有効症例のうち 95.、95.2%が軽症。 1.5%が無症状、1.3%が重症、1.1%が致命的な状態、そして0.9%が中程度の症状となっているとのことです。続きまして、マニラ首都圏開発庁のベンフール・アバロス長官は、マニラ首都圏の市長らが新型コロナウイルスの感染を抑制しつつ、経済を徐々に解放するために、フレキシブルな、これは柔軟なという意味ですけども、 えー、フレキシブルな修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MECQ を推奨することに合意したと4月28日水曜日に発表をしています。アバラス長官によりますとフレキシブルな MECQ は MECQ とより緩やかな一般的コミュニティ隔離 GCQ の中間であり厳格な国境管理と健康プロトコールは引き続き実施されますが 建設などの一部の企業活動が許可されることになるとのことです。MECQ と GCQ の良いところを取り入れた中間的な措置とのことです。アバロス長官によりますと、市長らは健康の専門家や経済の専門家のアドバイスを参考にして提言を出しているとのことです。健康の専門家は経済を解放することで感染症が増えるのではないかと懸念をしています。その一方で経済の専門家によりますと、 飢餓や多くのの労働力の流出が起きていいるとうこれはもう本当にですね、世界中でコロナがまだ収まってない国では同じ議論が起きていると思いますけど、医療の目から見るのと、やっぱり経済の目から見るのとではね、対立してしまいますよね。はい。フィリピンでも同じような対立があります。ただ、それらの専門家の声を聞いた上で政治的判断をしているとのことですね。アバロス長官はまた、ラモン・ロペス貿易産業大臣が フレキシブルな MECQ が許可された場合に許可される産業のリストを発表すると述べています。フレキシブルな MECQ が実現すれば双方の不安、経済面と医療面双方の不安は解消されるとアバロス長官は述べています。マニラ首都圏の市長らは、新興感染症管理のための省庁間タスクフォース IATF と省略されてますけども、IATF に勧告を提出していまして、IATF はその勧告を大統領に提出することと となっています隔離規制の種類とは別にですね、市長らは夜間外出禁止令を現在実施されている午後8時から翌朝午前5時までから午後10時から翌朝午前4時までに短縮することにも合意したと、油市長官は述べています。 とのことで、以上、マニラ首都圏の規制状況について、2021年4月28日時点での最新の情報をお伝えしました。また重要な変化がありましたら、動画にしていきたいと思います。私のチャンネルではこのように、フィリピン全国や私が住んでいるダボオ市の状況について、情報をお伝えをしています。ぜひ、チャンネル登録がお済みでない方はですね、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。